縮めてきましたタイムを、内村選手。ここのところは面白い戦いになってきたと、さあ現在のところは、辻江選手、ゼッケン7本つけてます。辻江選手がコースを走行しています。さあそれを追って大越選手がスタートグリッドについています。さあ今スタートしていきました大越健二選手、大越健二選手と辻江選手の第1ヒートの結果の差ですがコンマ4、約コンマ4ですね、もうコンマ何秒の差しかありませんのでここはワンミスで、順位が入れ替わる、順位が入れ替わるんですが、さあ辻江選手どうかな。ただいまのタイム1分34秒084秒084秒、トップタイムじゃないかこれ、トップタイムになりますね、34秒08秒、そうですね、トップタイムです。辻江選手トップタイム、さあ34秒08、トップタイムが出てきました。さあ現在大越選手が途中にいますが、それを追って池田選手が今スタートしてきました。ゼッケンは2番、マシンはエレサーです。さあここが大越選手から、ね、池田選手の差が若干あるんですけど1秒ぐらいあるんですが、先ほどね、辻江選手がとんでもないタイムを出しましたので、34秒08でトップタイムということですが、さあどうでしょうか、大越選手。ただいまのタイム、1分36秒866。